まあうつうつなんか感づかれてる方もいるかと思うんですけど、はじめ実は奏と同じマンションです。わー偶然です。本当に偶然なんです。まあなんか動いた時期ぐらいは一応あったんだけど、まあ別にね、みんながまあどこに住むのかとかまあ知らなくて、年明けぐらいに引っ越しいつなのみたいな話してて、え、どこみたいな聞いてて、え、待ってみたいな、え、うちと一緒なんだけど、え、持ち勝ちって同じ建物なんじゃないみたいな感じで言ってたら、いや、そんなわけ、どこどこだよ、え、一緒なんだけど、え、ってなって、しかもね、部屋の位置がちょうど、初めの上の部屋がカノディア。どちどちって言ったら、音聞こえるのかな、ちょっとわかんないけど。あい、ブンブンブン、こんちくわ。さっきあのアオタンがさ、カナデの家、居心地みたいな、なんか言ってたよね。え、どれだっけ、カナちゃんの家まったりできて最高だ、まあ、言ってたからいいかなって思うんだけど、初めの部屋にもピンポン来てや、カフェラテ買ってきてくれたてや。あ、二人のゲジで始まるんだ。今日歩きながら急に番長のモノマネしたよね。そうだね。私たち、そうだよ、うちらは番長のモノマネをしてるのに、番長はなんか二人とも変な笑い方してるみたいな。失礼だな、番長。似てんだよ、もうそろそろ認めない。そうだ、番長だと思って、番長、番長、悪口聞かなかった。番長、丸いね今日も。確かに頭の形と一緒。マイク丸いからね今。そう、下にいるから聞こえるぞって言われてるよ。暴れる？バッチャー！バッチャー！何してんの？パルワールド楽しい？バッチャー！なんで？なんで僕たちがさ、配信しようって決めた瞬間にさ、配信枠立ててんの？ねえ。困るよ。ねえ。だってワンちゃん呼べたのにさ、配信してたら呼べないじゃん。確かに。なんで、なんで上に、なんで、なんで上にこの二人がいるのに、なんで、おっからぼしようって言わないの？確かに。バイバイじゃないな。そんなバッチャー上がってこい。こったら聞こえるかな？バチョーバチョー。でもさ、いいよね、なんか上と下でさ、受けてる受けてる、すっげー受けてる、すっげー受けてる、ひっくり返っちゃったからね、ちゃんが。でもいいよね、なんかこうさ、上下だとさ、騒音問題絶対気にならないじゃん。確かに、ね、足音聞こえたなって思っても、まあなんかやってんのかなですもん。確かにね、足音が聞こえちゃってるのかな。いや、まれにみたいなこと言ってるよ、すっげえまれにみたいな。なんか暴れた時とかぐらいじゃない、転んだ時とか。あ、うわー、ドドーンって言ったら、え、体で転んだか。やだなそれ。やすせー、こちらのレジでございます。27番ください、ペンカ